地理院地図 Google ググマップ。大久保寺大久保寺は、香川県佐抜市田和県割にある寺院。伊王山返上公院大久保寺と呼する。本尊は、薬師如来。宗派は、新聞州大覚寺派。四国八十八箇所令場の第八十八番札所であり、農協院は、決願書となっている。本寺では、決願証明書を有料で書いてもらうことができる。本尊新言 おんころころせんだりまとうぎそうわかごえいか、なむやくしなかれと願いつつ参れる人は、大久保の寺のお教員、当時本尊、五大名王、奥の院大蔵法寺、工房大師寺伝によれば、奈良時代の養老年間に、行牢がこの地を訪れた時や区務を監督し草案を、盾修行をしたのが回帰とされ、公認年間に、当から貴重した空海が、現在の奥の院にあるが暗屈で、 国造九門寺法を修士、谷間の窪地に道具を建て等身代の薬師如来座像を刻んで安置し、また経過あじゃりから授かった三国伝来の釈状を収めて窪地にちなみ大窪寺と名付けたとされている。その後、新勢僧正が住職の頃事業百兆司法を結界とし大きく流星し、また女人の三継を許して感情を授けたので女人高野として栄えた。 そして、天正の陛下や明治33年の大火で苦難を受けた時もあるが、ケチガン霊場として、宝刀を守っている。マナ像標高450メートルあたりにあり、88カ所中8番目の高さのため、岩尾陶器は積雪に注意が必要である。三門は南側、本堂は二天門の正面にあり、大指堂は二王門の正面上にある。農協所は本堂の左手にある。 境内の宝杖堂には、下地した変土の混合杖が奉納され、毎年春分の日と8月20日に、柴島、ごまともの焚き上げが行われる。また、宝杖堂の手前には、原爆の火が灯されている。伊調佐山家県指定有形文化財本尊で、本堂奥殿に、日光、月光菩薩と共に寿司に安置される。総高170.8センチメートル。 造高89.3センチメートルで、本体は、かや材、紙は、ヒのキ材、一木造り、ホリガンである。奈良時代末期の作とみられる。手には薬瓶でなくホラガイを持っていたが、痛みが激しくホラガイの形に作られた水晶に差し替えられている。改装された奥膳と修繕された本尊は2014年に、開帳された。2006年2月10日指定。 佐抜市市史跡香川の保存木鉄道バス道路奥の院、大蔵ポー寺奥の院の岸壁大蔵ポー寺境内から女体山への登山道を 0.5km 上がると奥の院との分岐があり、その 0.2km 先に道がある。阿弥陀如来や工房大師など6体の石仏を祀っていて、その道の左には空海が本尊に水を捧げるため杉の根本を特攻で、 火事すると湧き出た清水が今も枯れず直径1メートル弱の池になっている。広場の先の岩壁に上には国造菩薩を下の左右には大蔵会と金剛会の大日如来を表す三つの盆地が刻まれこの場所で行が行われたと見られる。和ズヨア,ズヨアさんが火を吹き大名道士人々が恐れを呪ののいていた当地に潤借中の空海が一世の世を結んで ゴマを炊いて沈められたと伝えられている。南にあるごま山の頂上には巨岩があり、聖地の趣向きを感じ、大久保寺を密教修行の地と決められたと言われている。国道に面した民家のような道には、工房大師、阿弥陀如来が祀られている。また、道路脇に、東谷甲信石灯がある。地図四国八十八箇所八十七、長備寺八十八。 大久保寺一霊山寺大久保寺で受断願した。あと、阿波の北分十里十箇所を逆打ちでお礼参りをする場合は、国道377号を東へ、県道2号南下、そして県道139号で、霧旗寺に向かう。ありがとうございます。